こんにちはスタイリストの大山俊です今回の動画ではユニクロのリサイクルダウンについて解説をしてみたいなと思っています、まあ、先日ですねユニクロで結構話題になったのが プラス J のリリースだったかなと思います。僕もですね、実際に店舗に行って並んだんですけども、かなりの人気でしたよね。まあ、その中で様々なアイテムがあったんですが、やっぱりダウンの展開っていうのは結構幅広くて、こちらも人気がすごかったんですね。ですので、今一番ホットなダウンといえば、プラス J で間違いないかなと思うんですが、その裏でひっそりとリリースされていたダウンがあるわけですね。それはユニクロのもう一つのコラボレーションラインである、ユニクロ U のですね、リサイクルダウンというアイテムなんですね。 このアイテムなんですけども実はですねユニクロ U の新作が発売になった時にですね僕の動画の中でも様々な商品をレビューしましたがこのタイミングでは発売されていなかったんですねそこから少し時間が経ってからスルッと発売されたのがユニクロ U のリサイクルダウンなんですねですので実はあまり注目されていなくてどうしても最近はプラス J の方に話題が行ってしまってこのユニクロ U のリサイクルダウンに光が当たってなかったので僕は実際にお店に行って試着をして わけなんですがこれがですねめちゃくちゃ名作だったんですね僕自身もですねやっぱりプラス j の方ばかりに気を取られていたので危うく見過ごすとこだったんですけども僕たち30代40代大人の男性にはめちゃくちゃ使いやすいアイテムになっていますので今回の動画で解説をしてみたいなと思っていますまあ、このリサイクルダウンというのはユニクロの中でもですね新たな取り組みなんですねまあ、ユニクロ自社のダウンを回収してそれをですね新しい商品に生まれ変えらせたそれがですねまさにリサイクルダウンというものなんです ですねまあ、最近はです、ね、アパレル全体も環境に配慮した商品作りというところが一つのテーマになってきてるんですが、まあ、ユニクロもですね日本国内で一番大きなアパレルとして こういった部分にもです、ね、しっかりと取り組んでいるんだなというのが伝わってくるわけなんですがこういったリサイクルのアイテムというのはやっぱりコンセプトは素晴らしいんですけどもかといってデザインがっったらやっぱりなかなななかか買う気にはなれないんですねコンセプトが素晴らしくてなおかつデザインが良かったらやっぱりです、ね、気持ちよく購入ができるかなと思うんですがまさにです、ね、このユニクロ U のリサイクルダウンというのはこの両輪がしっかりとしているので僕たち大人世代にもです,、ね、すごくお勧めしやすいアイテムなのかなと思っています。 このリサイクルダウンというのはユニクロ U のデザインになってるんですねここがですね味噌かなと思っています通常のダウンでなおかつリサイクルのものというだけではですねなかなか購入には至らないんですがデザインそのものの完成度が高いのでこれはすごく魅力的な商品なのかなというふうに思っています、まあ、僕自身もお店に行って試着をしてみたんですけども最初はですね割と気軽な感じで試着をしたんですね気合を入れてレビューをしようというつもりで来たわけではなくてそういえばユニクロ U のリサイクルダウンが発売になった なと思っていていちょっと試しに着てみようかというテンションだったんですけども実際に着てみたらあれなんか良くないかなっていう風に感じたわけですね。 決して派手さがあるわけじゃないんですけども着るとなんとなく良い感じがして時間が経つごとに少しずつですね自分の中でしっくりとくるようになったんですねですのでこのユニクロ U のリサイクルダウンというのは隠れた名品なのかなというふうに考えていますということで今回の動画ではこれからですね僕が実際に買ってきたユニクロ U のリサイクルダウンを着ながらこういった着こなしのバリエーションが作れますよというところまでしっかりと解説したいなと思いますのでぜひ最後までお楽しみいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人のダウン 男性に向けてメンズファッションの基本をですね分かりやすく解説していますので良かったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょうはいということで実際に来ていましたどうでしょうか まあ見ていただくと分かる通りそんなに派手さのあるダウンではないんですがすごくですねバランスのいい仕上がりになっているかなと思います、まあ、通常のダウンと比べるとちょっとデザイン的には特徴があるんですね、まあ、普通のダウンだとちょっと高めの襟がついていることが多いんですがこちらのダウンに関しては襟がなくて V ネック状になっているんですねですので首周りが割とすっきりしているのが一つの特徴かなと思っていますそしてダウンの表面もちょっと特徴的になっていましてこう円状にですねステッチが入っていて これがちょっとしたアクセントに感じられてすごく個人的には気に入っています。そして胸ポケットですね、これもですね、ちょっと大きめについていて、デザイン的にはちょっとしたアクセントになっていて、バランスがいいのかなというふうに思っています。で、厚さが結構絶妙だなと思ってまして、ユニクロの定番であるウルトラライトダウンに比べると少し厚みがあるんですが、 その他のシームレスダウンパーカーだとかそういった定番のものに比べるとかなり薄手になっているので結構ですね使いやすいボリューム感なのかなというふうに思っています今撮影しているのが11月の後半なんですけども今時期でもこれぐらいで使いやすいですし12月ぐらいまでは内側に着るものを工夫すれば十分にですねこちらを活用できるのかなと思っていますそしてこの厚みが絶妙だなと思うのはこれをですね主役として着ることもできますしこの上にですねロング丈のコーーを ートを着ることでインンナーダウン的に使うこともでできるんですねそういった意味でもですね絶妙な厚みに仕上がっているのかなというふうに思っていますで今回のこちらのリサイクルダウンを選ぶ際に僕は一点めちゃくちゃ悩んだところがあるんですねそれが色なんですね、まあ、通常であれば僕は色でそんなに迷うことはないんですが今回はですね今僕が着ているダークグレーというものとダークグリーンというものがありましてこの2択でですねかなり時間を使ってしまいました というのももどちちちらも仕上がりがりめゃゃくちゃ良かったんですね、まあ、結果的に僕はこのダークグレーという方を選んだんですが、まあ、ダークグリーンもですねすごく品があってめちゃくちゃ仕上がりが良かったんですね、まあ、この2色で全然使い方が変わってくるかなと思っていまして、まあ、ダークグリーンに関してはちょっとミニタリーっぽい雰囲気が漂ってこれはこれでめちゃくちゃ良かったんですね、まあ、単体としてももちろん使いやすいですしその上にコートを着た時に ちょっと差し色的な効果もあってめちゃくちゃ良かったので結構悩んだんですけども僕はですねこちらのダークグレーを選びましたというのも最近はですねこのダークグレーというのが一つのトレンドカラーになっていまして様々なブランドからリリースがされてるんですね、まあ、ユニクロ U もですねこのダークグレーを出すことが多くて今年はですね僕は様々なものを買ったんですが結構都会的でクリーンな雰囲気があって着こなしに馴染みやすいんですね特に僕はですね最近はブラックですとかホワイトですとかモノトーン系の 色の色を選ぶことが多いのでそういった色との相性がめちゃくちゃいいので今回は僕はダークグレーを選びましたまたこちらの動画でですねいろんな大人の男性に勧めやすいのはやはりダークグリーンよりはですねこちらのダークグレーなのかなと思っていますたただ着こなしとししとておしゃれれに見せたいのであれば ダークグリーンを選んだ方が素敵かなという風うには思っています。ここら辺はですね、人によってどちらがおすすめなのかが変わってくるかなと思うんですが、より定番的なものを選びたい方は、ダークグレーで間違いないと思いますし、おしゃれな感じだとか、人との違いというところを明確に出したいのであれば、ダークグリーンがいいかなという風うに思っています。そしてサイズに関しては、今回僕は S を購入しました。まあ、普段から僕が選ぶサイズなんですが、 S, S を選んでもででもすすねねジャストサイズです、ねまあ、決してタイトすぎることはなくて少しゆとりがありながらも決してですね大きすぎる感じにはならないので大人の男性であればシンプルに通常サイズを選んでで問題がなないいかなと思っていますでこのリサイクルダウンをどのようにコーディネートするかなんですけども僕もいろいろと試してみたんですがまず使いやすいのは今の僕のようにですね白のニットだとか今着てるのはロン T なんですけどもそういったものの上にすっきりと着るというのが一つバランスがいい いいかなと思っていますまあ、今回僕はダークグレーを選んだので内側に着るもので少し明るさを足してあげるのもすごくバランスがいいかなと思っていますそしてこのダウン自体に少しボリューム感もありますし決してタイトすぎるわけではないので ボトムスに関してはブラックジーンズですね、まあ、細身のブラックジーンズを選ぶことでスッキリとしたラインを出してあげるとバランスがいいのかなというふうに思っていますこのような形でリサイクルダウンを主役にしてあげるのもいいかなと思いますし、まあ、結構前を開けるか閉めるかで全然印象も変わるんですね、まあ、ちょっと開けてみますとこんな感じですね ちょっとですねカーディガン感覚で気軽に羽織りやすくなるかなというふうに思っています、まあ、もしこちらを主役にするのであれば前を閉じないスタイルというのも良いかなと思うのでぜひ皆さんにはお試しいただきたいなと思っています、まあ、この他にも内側に着るものを変えると全然印象が変わるのでこの後ちょっと着替えてみたいと思っていますはい着替えてみました今度はですねこちらのリサイクルダウンの内側にパーカーを着てみました 色はですね、こちらもダークグレーなんですが、ほぼほぼ黒に見えるぐらいですね、深めのパーカーを選んでいます。まあ、このようにですね、内側に着るものを変えるだけで、だいぶ印象が変わるかなと思っています。まあ、こちらのリサイクルダウンが V ネックになっていて、襟元がスッキリとしているので、結構このようなパーカーとの相性がいいかなと思っています。フードを出しながら着ていただくとですね、だいぶ雰囲気が違ってきますし、着こなしのバリエーションが少し広がるのかなというふうに思っています。まあ、見ていただくととですねダウンとパーカーと とというこで上半身はでですすね結構カジュアルかなと思うんですねその代わり色をですねなるべく濃いものを選んであげることであまりカジュアルになりすぎないようにバランスをとってあげるとすごくいいかなと思っています、まあ、このような着こなしで結構11月から12月中頃までは過ごせるかなと思うのですごく便利なアイテムなのかなというふうに思っていますそしてこのリサイクルダウンなんですが今はですねアウターとして主役で使っていますが今度はですねこちらの上にロング丈のコートを使うことで インンナーダウととしててて使っっみたいなと思っていな思ますこの2つの使い分けをすることで結構長い時期着ることができるので是非次のスタイルというところも参考にしていただければなと思っていますはいということで上にですね今度はロング丈のコートを羽織ってみましたいかがでしょうか まあこういった形でインナーダウンとして使ってあげるのも結構バランスがいいのかなというふうに思っています、まあ、インナーダウンが見える範囲というのはそんなに広くはないのでそこまで主張は強くないかなと思うんですが、まあ、ちょっと動いた時にですねこのインナーダウンが見えるのもアクセント的にはすごくいいのかなというふうに思っています、まあ、このような着こなしだったらもう2月ぐらいまで僕は乗り切れるのかなというふうに思ってるんですねで上に着てるのは今季のですねグローバルワークのウーリーテックビッグコートというものなんですけどもこのコートというのは少し緩る 一方でユニコーンの通常のチェスターコートというのは結構細身のラインになっているのでこのリサイクルダウンとの相性はあんまり良くなかったんですね、まあ、少しですねリサイクルダウンにボリュームがあるのでこの上にですね細身のチェスターコートを着てしまうと動きにくいんですねですのでこの上にですねロング丈のコートを着るのであれば あまりタイトなものではなくて少しだけでもいいのでゆとりのあるものを選んでいただくとすごくバランスがいいかなと思っています、まあ、色合いとしてはですね全身が重たくならないように白ニットを入れてあげたいだとかまあボトムスもですねブラックジーンズだとかブラックのスマートアンクルパンツでもいいんですがそれだとちょっと重たくなるので今回はブルージーンズを合わせることで少しカジュアル感を出すようにしました、まあ、この着こなしがですね真冬の僕の鉄板になりそうかなというふうに思っています、まあ、インンナーダウンとしてこちらを活用すするののもすごくいいので ぜひ皆さん頭の片隅に置いていただければなと思っています。 はい。ということで、今回の動画では、ユニクロ U のリサイクルダウンについて解説をしてみました。決して派手さのあるアイテムではないんですが、着れば着るほどですね、じわりじわりと評価が高まってくるようなダウンなのかなと思っています。僕自身ですね、最初に見た時よりも、実際に着てみて、このように解説している中で、ますますいいダウンだなというふうに感じるようになりました。このようなアイテムの方が、長い目で見た時にですね、結構活躍してくれるのかなというふうに思っています。まあ、最近はですね、プラス J の方がですね、 話題性があるのでそちらに注目が集まっていますがその裏に隠れてしまってそんなに派手さはないんですけどもこのダウンというのはですねかなりの名作だなと思っています、まあ、リサイクルダウンというテーマ性も素晴らしいですしデザインもめちゃくちゃ使い勝手がいいのでぜひ皆さんもです、ね、こちらのダウンを活用していただければなと思っています一番悩ましいのはですね色の選択ですね僕が今回選んだダークグレーなのかもしくは単体の色合いでもですねおしゃれさがあふれるダークグリーンなのかぜひ皆さんにはどか どちらの方が気に入ったのかだとか、こちらを買おうと思ってるですとか、そういったコメントをですね、ぜひぜひ書き込んでいただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。